ローゼ株式会社は、広島県福山市神奈部町に本社を置く企業で、半導体関連装置、FPD 関連装置、モータ制御機器、ライフサイエンス関連装置の開発、製造、販売を行っている。ウェハあるいは、ガラス基板等を汚染することなく搬送するロボットである。半導体製造工程では、真空環境を用いる処理があるため、 待機用搬送ロボットと真空用搬送ロボットの2種類がある。また、この搬送ロボットのカテゴリーには、ウェハの整列やウェハに付されている、ロットナンバーの読み取りを行う、アライナや、ウェハを格納している容器の蓋を開閉する、ロードポートなども含まれる。全面にロードポートを持ち、内部にウェハ搬送ロボットやアライナを搭載した装置で、プロセス装置の全面に設置される。 ウェハを格納している容器とプロセス装置の間でウェハを搬送する装置である。装置内にあるウェハ搬送ロボットがフップに保管された複数のウェハの中から1枚ずつ取り出し、ウェハに付されたロットナンバーを読み取り装置で、光学的に読み取り、振り分けを行い、別のフップに収納するなど、フップ間でウェハの遺採を行う搬送装置である。 ウェハ保管庫の内部を窒素ガスで満たすことによって、無酸素、低湿度の環境を作り出し、ウェハ表面への自然酸化膜の形成を抑制しながら、高低間でウェハを保管する大型の装置である。数千枚規模の大量のウェハを一度に保管することができる。液晶テレビやパソコン、スマートフォンやタブレットなどの液晶ディスプレイに使用される極薄で、 大型のガラス基板を製造工程中で搬送する装置である。このほか液晶ディスプレイ用大型ガラス基板をレーザーを使用して切断するガラスカッティングマシンもある。創薬のための研究開発や iPS 細胞をはじめとする細胞培養に携わる研究者が手作業で行っている細胞培養処理を自動で行うことを実現するインキュベータやソフトウェアパッケージなどがある。 ロボットやウェーハ搬送機及びガラス基板搬送機には多数のモーターが組み込まれており、これらが適切に制御、駆動されることによってロボットや装置は機能する。モーター制御機器はこれらのモーターを制御、駆動するための機器であり、ステッピングモーター、ステッピングモータードライバー、モーションコントローラーなどがある。日本、米国、シンガポール、ベトナム、台湾、韓国、中国。 ドイツ世界最高峰エベレストの近くに位置しているローツェという山の名前から来ているアルファベットのスペルは異なるありがとうございます